はい、ゼンちゃんです。今日は洲本式の切り身の保管について少しお話しさせていただきたいと思います。で、洲本式に関しましては、まあ魚を丸のままその保管をしたりとかですね、あの鱗のついたままという、まあ、寝かせの状態と、あと、まあ、切り身にしてからも、まあ、熟成という段階で、いわゆる洲本式の冷水プールに入れて、まあ、身にですね、あのプールに入れることによってこの全体に圧力をかけて、まあ、そこだけにちょっと、まあ、なんていうのかな、圧がかからないような、そういう、まあ、保管の仕方をする方もいるんですけども、まあ、これはあのそのプールに入れたものです。でこのような簡単なその真空パックにして、さらにまあ水没しないように私は二重にしてやってるんですけども、これはどのぐらいかな、まあ2週間強を寝かしたチョウザメですね。友さんから友探しさせてくれたチョウザメを今日は出してみたいと思います。でペーパー交換は2回か3回ぐらいですね。そんななんか頻度しなくても、このグリーンパーチッシュっていうのが優れもので、わかりますかね。こっちは、こう、ほとんど色がついてない。要は水が染みてない感じになってるんですけども、こっちがですね、身の側、こっちは皮側だったと思うんですけど、違かったかな。まあ、こっちは染みてる。要は、これだけ水分が内側から出てるので、まあ、ちょっと色が変わってきて、まあ、交換時期かなと思うんですけども、もうちょっとまあ水が出てきてもそんなにまあ気にされることはないかなと思います。で私はチョウザメの身の方はですね、この業務用のリードペーパーをやるときれいに水分も取れてったので、身の方はリードペーパーで、皮の方はですね、ここ業務用のリードペーパー最初巻いてたんです、ひっついてたんで、まあ、ぬめりがちょっとあるので、これひっつくんですかね、皮ひっつくんで、こっちはミートペーパーを使って寝かすことにしました。まあこのように綺麗にできるかなと思います。これ最初に寝かした時に業務用リードがくっついたやつなんですけど、まあ、そんな気にはしないんですけど、まあ、くっつくの私嫌なんで、こんな感じにしました。で、まあ、これ、まあ、見ての通りですね、よく洲本さんもおっしゃるんですけども、まあ、若干こうですね、色が茶色っぽくなってきてますよね。わかるかな？これね、血合いの部分。このぐらいはまあ全然茶色とは言わないですね。まだ食べれる範囲なんですけども、これが徐々にですね、あの茶色に近づくにつれて、やっぱりその傷んできてるんで、茶色になったとこはトリミング、いわゆる削ってあげるときれいに食べれます。で、まあこのぐらいだったら全然トリミングしなくても食べれるんかなっていう感じですね。まあ、熟成とか、まあ、食の安全に関しては、まあ、自己責任といいますか、そういう形なのでご了承ください。で、これこういう大きな塊の場合、極力その空気に触れるところを減らした状態で、まあ、保管していくことが大事なので、なので、まあ、こういう皮付き、あばらのところも皮を残した状態で保管してます。で初めこのぐらいあったんですけども、徐々にまあこう切っていって、まあ輪切りっていうか短冊切りにして使ってたんですけども、まあ今日はこう半分に切って柵取りしていこうかなとは思っています。でよくですね、洲本式でその水っぽいとか、見荒れするとか、まあ、いろいろ言うんですけども、まず
水っぽいことっていうのはこういうペーパーでしっかり水分を取ることによってリカバーできるんですね。これはスモート式に限らずどんな魚でもやっぱりドリップ出てくるんで、ラップしたままで置いとくっていうのはやっぱりドリップをそのまま出てきたドリップがそのまま身に返ってしまうということなのであんま良くないです。まあ飲食店の方はもう本当にプロなんでその辺は重々知ってるかと思うんですけども、まあ僕は特にこのペーパーでドリップが戻らない程度、ただしですねこれでずっと置きっぱなしするとここがびちょびちょになって吸い切れない状態までペーパーを変えないというのは僕はあんま好きじゃないんですね。ちょっと若干ちょっと水分取りすぎ目の感じで僕はこうペーパーで巻いたりしてます。まあこれでですねまあ食感であったりとかまあいろいろお寿司屋さんとかそのレベルはもう全然そのすごい方たくさんいらっしゃるんで僕なんかが言うのは恐縮なんですけども、まあ、家庭で食べる分にはこうやってちゃんと手当てをしてあげることで、これがいいことなんですけども、家庭だとそんなに大量に魚を置いてないので丁寧にメンテナンスができるかなということなので、ぜひですねこういう一匹一匹の魚にまあ愛情を持つっていうのはちょっと変かもしれないですけども、まあ、育ててあげるっていう気持ちでツモト式で仕立てた後のお魚を丁寧に保管していただけたらなというふうに僕は思います。いろいろですねツモト式の会とか、まあ、なかなかコロナでね集まるのもいろいろ条件があるんですけども、まあ、ツモト式のお店にねスキルの高い方ですね、たまにファンサイトでも紹介させていただいているようなお店に行って、そこの職人の方にツモト式やってる方にですねぜひこの保管方法であったりとかどうやってまあメンテナンスしたらいいのかなとか食べ方であったりとか、そんな直接ですね、まあ、皆さん結構気のいい方なんで教えて、忙しくない時ですよ、忙しくない時はしっかり教えていただけるかと思うんで、ぜひですねお店に行って、まあ、食べて学んで、で自分でもやってですねやっぱりその技術を磨いていって、でその後にですねツモト式のことをまあがいいのか、まあいろんな技法があるしツモト式が絶対じゃないと思うんですけども、そのあたりもまずはまあこの保管の方法からですね、まあもう本当に魚扱ってて今更そんなこと言われんでも分かっとるわいっていう話かもしれないんですけども、まあこうリカバーしてちゃんと育ててあげるっていうのが大事なのかなと思ってちょっと語ってみました。はい、今からはですねまあ僕めちゃめちゃ下手くそなんですけども半分にして今日塩麹焼きとあとまあうなぎのタレでちょっと焼いてみたいなということなので、特に脂の濃い方はまあ塩麹焼きかな、刺身もちょっと食べたいですしね、まあちょっと考えながらこれね今日冷凍解凍の危な解凍後のこれもあしまったな、これあんまり焼くんやったらこれ使わん方がいいな、ちょっと しまったこれね、このぐらいにしとこう。でこっちは油の多い方はどうしよっかな、このぐらいかな、食べやすいサイズ、うん、こんぐらいにしとこう。食べやすいサイズですね。よいしょ。これでサク取りしようかな。こっちすごい油あるんですよね。
じゃあ綺麗な実ですよね。こっちはまああれですけど、でこの辺をちょっと油の乗った部分も含めて、ここ刺身取ろうかな。こうブロックあると楽しいですよね。これは切り身で焼く。じゃあこの辺を刺身ブロックで取ろうかな。このぐらい取れないか。刺身ブロックで。スモート式180めっちゃ消えますよね。よいしょ。皮がごつい。こんな感じ。こんな感じ。めっちゃうまそう。で、これは皮引こうかな。皮引いて、これでもね、ここの皮目のとこもうまいからね。京都のイコールさんでね、がっつりあのチョウザメの刺身、京都のイコールさんはね、チョウザメ結構買うんすよ。あの京都で、まあ一政さんとかね、つかっちゃんの名前出てきてね、ごめんなさい、つかっちゃん喉の奥まで出てきてるんですけどね。皮焼いてこうかな。これタレ焼きで食ったろうか。こんな感じ。ちょっとへつったけど、ここね、この部分はね、軽く炙って茶色いのとかとトミングしとこうかな。この辺ね、炙りでやってね、食べたら絶対うまいと思う。炭火で炙ったろう、今日は。耳でね、包丁の使い方悪いしね。僕は包丁が下手くそなんで、本当に洲本式の星2つ公認の中で一番包丁の使い方が悪い公認者です。これはね、ちゃんと言っときます。僕は下手くそです。切り方も下手くそだしな。仕立てとはまた違いますけど、でこの状態でまた後で刺身包丁で、まあ、このぐらい大丈夫なんやけどな。ちょっと変色してるとこだけトリミングという作業をします。あとここ表面を炙って刺身切りたいと思います。めっちゃうまそうです、お刺身を。こっちどうしようかな。これもつけちゃおうか。こっちはね、あれ西京焼き、西京焼きでつけちゃいましょう。何切れぐらい取れる ?1、2、3、4切れぐらいかな。最高焼きでつけたろ。こんな感じね。おいしそう。思い出した、京都人塩さん、塚さんとこ、ここら辺は名前忘れてたら、京都はね、人塩さん、市政さんで、イコールさんね、この3軒は、まあ、他にもやってらっしゃるとこあるんですけど、すいません、僕が仲いいとこだけです。特別に仲いいところ、3軒のところ、本格洲本式のお店なんでね、美味しいですよ。まあお店に行かれるときは、今ね、マンボウとか入ってるんでね、営業時間とか確認して予約してってくださいね。3軒とも繁盛店なんで予約も取れない時ありますからね。
よいしょ。もう下手くそですけどね。オープンね。こんな感じ。切り身。下手くそやな切り身も。いつもね、あの兵庫県の佐用町である安倍鮮魚さんのね切り身見てるんですけど、あの人はほんますごいですね。職人の技が。もうちょっと綺麗な感じで切ろうかな。ちょっと包丁変えたろ。包丁変えました。210mm、 21cm のねハヤテ刺身切り包丁ですね。これめっちゃ切れるね。これも切れるけどね、全然普通に1本では十分ないけど、めっちゃ切れます。どうしようかな。これもこれは6等分でいこうかな。薄めに切ろっか。まあいっか、4等分ぐらいで。ごつめに切るのがいいね。周り焦げるかもしれんからな。ごつめに切って、切り口ちゃうよな。まあ180も切り方だと思うんですけど、ハヤテの切り口。3切れぐらいやな。3切れぐらいやっとろ。3切れぐらいでいいわ。5つ目に切っとろ。ほら、ごっつい。ごっついね。これ。これ炭火で、後で焼きます。で、どうしようかな。タレ焼きどうしようかな。塩麹とタレ焼き。2枚ずつ取ろっか。ね。で、この3つぐらいを、どうしようかな。4つ。うん。塩麹焼きして、バランスが悪いな。こっか。次に食事です。こっち先タレ焼きで食べちゃおう。クウナギのタレ、塩麹、刺身。でね、今日はこれなんかスーパーで適当に買った塩麹、これでちょっとつけといてやろうかな。なんか分からんけどね、適当にレシピ見てたらええから、これ塩麹焼きやろうか。やり方わからんのけど、適当に塗ったくって寝かしとったらいいのかな。合ってます。塩麹をまんべんなくつけて、もうちょっとつけたろ。薄く塗るんか分からんけど、まあこれ油大きく濃いからまあいいんちゃう。こんな感じでべっとりつけたろ。まあもったいないかもしれんけどな、もうちょっと節約すればよかったかな。
まあいいや、しっかりね塩麹つけてね、焦げるか知らんけど。これでこれでつけときましょう。ね、終わり。あ、じゃあ4つとも塩麹つけて、で、あとでタレと塩と分けて食べようか。食べれるんかな。4つともつけといて一部タレつけようか。そうしよう、そうしよう。